イタチは使い物にならなくなった。だがこちらには君がいる。見せてもらおうか、陸道仙人の力、伝説の輪廻眼の力を。で、これからあんたは。え、いいの？じゃあ俺様のチャクラを。すまない、体が勝手に。あれって全盛期に戻ったか、ナルト。今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ、イタチ。ああ、俺もやる。行くぞナルト。あ、戦闘開始。ここだナルト、遠慮するな。思い切り攻めてもらう。バカしい、体が勝手に。ナルト、避けろ。イタチ、ナルトを援護しろ。二人で俺を抑えるんだ。ああ、ここだ。ワッマジワッワッワッ、その調子だ。援護は俺がやる。お前は戦いに集中しろ。うん、分かったんだよ。するだけだ、ナガト。すまないな、イタチ。戸塚の剣だ。すぐに封印する。何か言い残すことはあるか？ナルト、俺は師匠のところへ戻ってお前の物語を見ておくとするよ。お前なら最高傑作の物語を作ることができる。なんといってもお前は俺の弟弟子なんだからな。平和への道、最後まで進んでくれよ、ナルト。じゃあな。ナガト。大丈夫か、ナルト。おっちゃんこそ。丈夫が常識、この俺は。この江戸伝とかいう術、気に食わねえ。戦いたくねえ人と戦わされる。早く終わらせねえと。こんな戦争、俺の手ですぐに終わらせてやる。俺の手でか。ああ、さっき言ったはずだ。任せてくれって。この戦争は全部俺一人でやる。一人で無理をしようとするな。いや、全部俺が引き受ける。それが俺の役目なんだ。お前は確かに前とは違い強くなった。力を得た。だがそのせいで大事なことを見失いかけてもいるようだ。え？いいか、よく覚えておけ。お前を嫌っていた里の皆がお前を慕い始め仲間だと思ってくれるようになったのは、お前が他人の存在を意識し認められたいと願い一途に頑張ったからだ。お前はみんなのおかげでここまで来られたと言ったな。力をつけた今、他人の存在を忘れおごり子に執着すればいずれマダラのようになっていくぞ。どんなに強くなろうとも全てを一人で背負おうとするな。そうすれば必ず失敗する。
お前の父ミナトが火影としてあったのは、母クシナや仲間の存在があったからこそだ。お前の夢は確か父と同じだったな。なら覚えておけ。火影になった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められた者が火影になるんだ。仲間を忘れるな。ナルト、俺はイルカってのと約束してんだ。大体お前を守るってな。一人じゃ行かせねえぞ。そもそも確かに俺が何とかしなきゃダメなんだって思い込みすぎてたかもしんねえ今のお前ならばサスケを止められる。弟を頼んだぞ、渦巻きナルト。ちょっと待ってくれ。今のあんたも直接サスケに会える。今度こそ。いや、俺は一人で何でもしようとし失敗した。今度はそれこそ仲間に任せるさ。どこへ行く？俺にはやるべきことがある。お前たちとはここで別れる。イタチ、キラビー、ナルトを頼む。オーイヨー、俺たちも行こうぜ、Bのおっちゃん。